だろ運転とは自動車の運転において事故につながるような楽観的予測に基づいた運転を今占める日本語の慣用句。自動車、軽車両、歩行者といった様々な存在が混在する道路交通において特に高速で走行する自動車の運転者はあらゆる可能性を考慮して安全運転に努めることが求められる。しかししばしば運転者は 楽観的な予測に基づいて行動し、結果的に危機回避が遅れて事故につながることがある。こうした態度を日本の自動車教習所や警察などでは、だろう運転という言葉で総称し、運転者に対してより注意深く予測や行動を行うことを啓蒙している。特に人身に関わる交通事故が起こった場合の、だろう運転は過失割合においても多少の過失は問われることとなる。 また、危険を予知する義務を怠ったとして、安全運転義務違反の行政処分が下ることとなる。だろう運転の対イ語として、より悲観的な視点から、様々な可能性を想定し、十分な余裕を持って運転することを指すのが、かもしれない運転である。常実と同様のケースにおける、かもしれない運転の例は、以下のようになる。警察庁交通課、全日本交通安全協会。 人に優しい交通安全。全日本交通安全協会。ありがとうございます。